ろそろ裁判が始まる時間です。では王座の間に行きましょう。ピーターさんのお面を返上するんです。本日お集まりいただいたのは、アグネス様たちが、ピーター・ハイネン様が、そんなことあるか！火をつけ、おい、シルハトちゃん。なんですか、兄さん。兄さんこそ、いい加減なことを言わないで。お静かに、ヘルムト様。神は、常に正しい判決を下します。では双方、俺の証拠は俺自身の目で見たものだ。ではピーターが殿下に魔法を使うところを実際に見たわけではないのですね。見てはいないが聞こえたんだ。その炎が殿下に降り注ぎ命を奪ったんだろう。馬鹿げた憶測です。炎は殿下に当たったのではなく別のものを燃やしたんです。殿下の部屋に入るにはまずドアを開けなければならない。しかしあなたは爆発音が聞こえたというだ。とにかく殿下。兄さん、自信があるみたいですが、暖炉やろうそくの炎がなくても燃やせるものは他にもあるんですよ。なんだこりゃ。殿下を焼き殺したのは、これは黒砂糖の粉末ではなく40度。面白いことを言うな。プロンテラは夏の暑い。犯人もそんなことは分かっていました。だから道具を設置して粉が着火するようにしたんです。王宮でよく使われているこのタイプの回路なら、犯人は殿下に灯油をかけ。なるほど、合理。現場には犯人の姿はなく、殿下の部屋に入ったの。お前が見つけた証拠はピーターがドアを壊した後慌て。そんなことはありません。ピーターさんがドアを壊すずっと前に他の人が殿下の部屋に入っていました。どうやって忍び込んだかは不明ですが、誰かが現場にいた痕跡を見つけることができ。この靴跡は貴族の靴ではな。そう、パーティーホールの放火事件の前、パーティーホールに泥棒が入りました。他にもパーティーホールからは灯油、つまりパーティーホールでの窃盗は殿下殺害の準備であり、殿下を殺害した犯人はピーターさんではなく。お前たち、いやいや、落ち着け。他にも何かあるはずだ。な、そうだ、ハイネン家は炎を感じる不思議な能力。誰が殺したかはわからないが、殿下を助けなく。やっと聞いてくれました。聞いてください、ピーターは殿下を見殺しにしたわけではありません。殿下を救う。ピーターは殿下が殺された時、客間この女性が殿下に危害を加えることはありません。なぜなら王妃様なのですから。あなたたち、人の名誉を傷つけるようなことはやめてください。ピーターさん、落ち着いてください。私たち、もしどちらかを選ばなければならないとしたら。彼と議論しないでください、アグネス。今、男の王妃様の身元を証明する証拠を提示し、真実をストレートに伝えましょう。手紙に名前はないものの、ホワイトローザの香水の香りが付着。それなら、私も約束の場所には行きませんでした。いや、
客室から出ているはずです。それを証言してくれる人がいます。この騎士は賄賂をもらっていて、あなたを内密に客室から、そして殿下の部屋で火事が、それは私はもう十分です。ピーターを困らせないでください。無実の人間の裁判は終わりです。この作品は私が説明します。私がピーターを招待したことは、ピーターは人格者です。私がこのことを隠していたのは、噂にでも、まさか私は母親失格です。好き王妃様、本当に残念です。あなたのせいではありません。わかりました王妃様、あなたがそう望む限り、私はそれに応え、皆さん、先日の夜の会議に先立ち、私は王妃様の侍女からあの手紙を受け取りました。その晩、国王選挙に関する話、そして客室に戻ると、殿下の部屋の中で炎が発生していることを感知したのです。状況を伺うため、殿下の部屋のドアをノックしましたが、反応がなく、ドアには鍵がかかっていました。やむを得ず、魔法を使って扉の鍵を壊しました。ヘルムト殿が目撃したのは、ちょうどその時だったのでしょう。これまでのやりとりの通り、ヘルムト様、この件について。兄さん。くだらないことを言ったら怒りますよ。わかったわかった。兄さん、何言ってるの？そんな理由でピーターさんを告発したの？やめてくれアグネス。俺はただ兄さんを信じ静粛に。お、意義がないため。ピーター少々お待ちください。平定する前に、ピーターとヘルムトに質問があります。ヘルムト、あなたの部屋は殿下の客室の向かい側です。聞こえなかったな。アグネスに誓って。私たちは皆、あなたを信じていますよ。そうです。ドアを開けたとき、殿下はもう生きている気配。そう。この事件で一番奇妙なのは、炎で焼かれての死は苦しく長引きます。だから犯人は殿下を燃やす前に何らかの方法で意識を失う。王妃様、殿下のご遺体を調べる許可を。それは許しません。あんな悲惨な死を、犯人は遅く、しかしご遺体には犯人への手がかりが残されている。王室の対面のために犯人の追及を妨げても良いのでしょうか。犯人の追及を妨げる。私はルーミットガッツ王国の王妃ニーヒル。あなたはハイネでは、私の決定を受け入れてください。5日後の葬儀には必ず参列し、エルンが以上をもってこの裁判を終了することを宣言します。王妃様があんなに一刻も早く事件を解決したかったのです。彼女が遺体を引き渡さない以上。しかし王宮はとても広いし、どこから調査したらいいんでしょう。この点については私の主人がお役に立てると思います。うん、怪しいですね。話を聞いていると、あなたの主人はいい人じゃない気がします。
王子さん、行方不明になったかと思いました。もしか…あの子の死と私は一切関係…そういえば、よく聞け。殿下を殺したのは、実の…何を言ってるんですか。常識に縛られる愚か者はお前たちだ。この…しかも、その証拠は私の手元にある。事件の夜、王宮見舞わ、あの偽善者の女は…この主張の信頼性については、イアン・バルダー。あなたは…お互いに協力、私は王宮の隅々まで調査した。つまり、王妃様を調べて…そういうことだ。もし、ゆえ、その地図は、お前たちにくれてやろう。新しい発見があったら、また来てくれ。イアンおじさんは私たちを利用するためにエルンを大切に。しかしこの一連の国王選挙を開催し、こうアグネス、わかりません。結果がどうであれ私たちですが、今日はもう遅い。部屋でゆっくり休んで。そうします。ニヒル、気遣ってくれてありがとうございます。